31回竹井照子チャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ、昨日からの引き続き妄想遊びです。頭の中で妄想する、いや、ある有名人が、僕とは全く知り合いでも何でもないんですが、僕がその人と友達や知り合いだと思い込んで、その有名人との出会い関係性、そしてその人の人となりを、妄想して皆さんに語ろうという一人妄想遊びでございます。その第2弾、僕のお友達は歌手のジュジュでございます。あの子はええ子やわな。あれ何年ぐらい前かな、俺出会ったの。大阪のね、お好み焼き屋で、俺お好み食べてたら、ええ子やわ、あの子、隣のテーブルで、もうおばちゃん、こてないんやったらええええ、言うて、もう手でやるわ、言うて、手でこう、お好み焼きをこう、ひっくり返してたわ。ええ子やなぁと思って、お姉ちゃん手でやんのって、せやねん、せやねん手で、あーたーって急に、熱いわ、クソババアクロラーとか言ってね、鉄板バーン叩き割ってた。いやいや、お前自分がやる言うてたんちゃうんかみたいな。熱いねんとか言って、もうお前、そやけどお前、鉄板そんな叩き割ったらあかんわ。おばちゃんごめんなぁ、でもう俺が弁償するわ、お前。おばちゃん、ごめんな、で、ええねえねえ、8枚目やねんって、名前割っとんねん、思って。まあ、お前、8枚も割ってんのか。あかんで、お前、そんな人様の、もう、お前、そんな叩き割ったりしたら、でも、重々承知しております、とか言って、ねえ、それ、ダジャレか、みたいな。お前、ほんで、どうやねんって、もう、歌手なんやろって、そう、知ってんの、知ってるわ、お前、ジュジュやろ、みたいな。そうやねん、みたいな。まあ、最初はなんか、歌手にはなりたくなかったらしい。最初は保育士をやっとったらしいね。ほんで、その時にまあ、ジュジュっていう名前ではなかったらしいわ。そろそろな、のりこっていう名前だったらしい。のりこって。子供が大好きで、世界の子供の親になりたいみたいなことをよう、なんか言うてたわ。でもまあ、自転車が好きでな。ほんで、なんか言うとったら歌手になったきっかけが、その自転車の後ろに、こう横にこう乗るのが好きなんやで。ほんで、自転車ビュン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 飛ばしてもって、こうカーブのためにこう体重をガーッと横乗りでこうグーンと行ったりするのが好きやねんて。ほんで、こう左曲がるときはグーンとちょうどいい感じや。右回るときガーンやったときに、もう頭が地面にガーン吸って、ガーンと吸って血みどれになってるときに歌手になろうって思うんだよって。ああ。らしい。え？あ、そうか、みたいなんで。そんでまあまあ、ジュズホナまあ、みたいなって感じでまあ、仲良くなったんですよ。でまあ、よくまあ、遊びに二人で行ったりするんやけど、まあまあ、俺がよく誘いに行くんやけどね。一軒家にジュジュ住んでて、ほんで、二階の部屋に、の方に、ってやったら、もう窓開けて、おーみたいな。行くかーって、うん、分かったーって、ほんな2階からバーン飛び降りるのよ。お前危ないぞって、まあ、一回、足の骨折ったことあるんやけど、ボギーって、まあ、大丈夫かって、うん、大丈夫って、そのまま行こうって遊びに行ったことあるんやけど、お前、2階から飛び降りってこんと、お前、下の玄関から降りてこいや、言うたら、いや、おかんに見つかったら怒られるもん、お前、中学生かみたいな感じを、よう言うてたな。でも、ええ子やわ。なんちゅうやろな、コンサートとかもよく俺見に行ったわ。武道館やったかな。楽屋遊びに行って、結構もう楽屋でぐんぐん酒飲んで、酒、お前そんだけ飲んで大丈夫か？で、大丈夫？で、あんたも、どうすんの？いや、もうお前ステージやから、俺お前客席回るわって、もうあんたもステージだったらええやん、みたいな。え、何を言うてんねんって。いや、ステージのセットがスナックという感じのステージのセット、そこで歌うみたいな感じで、スナックの客で出てたらええんちゃうのみたいな。ほんまかいみたいなんで。で、まあまあ一回、ステージ、確かにこう、ついスナックをイメージした感じの、そこでこう、お酒を飲みながら歌うみたいな感じのセットやったわ。ほんで、俺、客のふりして、まあ、ステージバーンと、ほんなら、もう、2万人ぐらい、バー、客おったわ。ほんで、ほんとにこう、ブカーンと酒だ、おお、ほら、まの酒やわな、言うて。ほんで、まあ、ジュズが、まあ、いろいろ歌ってたわ。
ほんで俺横でこう、もう俺ヘベレケになってもって、なんか調子になってよっとか言ったら、歌ってる途中によっとか言い出したら、もうジュースもあんたやめときいいな、って何がようやねん、みたいな。私もちょっといっぱい飲むわ、と。な、まあ、二人がえらい盛り上がってもうて、客ほったらかしてもうヘベレケになってもうて、客がえらいブチ切れて、何してんねんお前ら、みたいなこともあったわ。本当に、なんなんやろな。動物が大好きでな。猫、2匹と犬、1匹かの、飼ってたわ。で、その犬がよう、おらんようなんねん。それ、常にいつも、ジェシーっていう犬の名前、ジェシー!ジェシーって家の周り、ずっといつも探してるわ。ジュジュは。どないしたんやねん、ジェシーおらんねんみたいな、今日もか。みたいな感じの子やったわ。子やはほんで誕生日にな、誕生日祝いに来たとかで俺のマンション来たけど、もう俺ちょっと寝起きやったし眠たいし、なんやねんみたいな、もうちょっともう、寝てるわ、ほんま、ほら、ちょっと裏回って、とかで、裏、ベランダの方見たら、向かいのマンションの屋上に立ってたわ。お誕生日おめでとうとか言って、そうかって、ほら、こっから歌うわとか言って、そうかみたいな。もう向かいのマンションの屋上から、もう、ハッピーバースデートゥーユーと、前はやっぱブルースみたいな入るわか、ジュジュは。ハッピーバースデートゥーユーみたいな感じで、もうむちゃくちゃうまいわ。まあ、ほんで、周りの近所の人に警察呼ばれてたけど、その時に、レコード会社、あるレコード会社のプロデューサーが聞いてて、うちに移籍しませんかみたいなんで、レコード会社もそれがきっかけで移籍したみたいやね。山登りすっきゃわ、あいつ。でも、ずっとハイヒール履いてんね。足痛い、痛いって。そら、ハイヒールは痛いやろ。ほんでお前そのツバの広いこういう帽子やめとけみたいな。いや、これはまあ、暑いのちょうどいい。そうかみたいな感じで。山登りすっきゃな。もうハイヒールやめたらええのにな。なんかこれにはこだわりがあるんや、言うとったわ。まあ、そやな。ほんで、まあ結婚も、してはる、旦那さんどんな感じかっていうのは、まあ、一回会うたら、え?翔英やんけ言うて、そっくりさんやんみたいな。翔英やって。翔英と、そうなんみたいな。まあまあ、翔英の話はちょっとまあ置いといて、そんなんですよ。歯ぎしりがな、起きてる時にうるさいね。寝てる時知らん、そんな二人で一緒に部屋でとか、そんな男のないか、そんなないし。ようこう、喋ってるから、ギリギリ、ギリギリ、ギリギリ、みたいな癖あんのよ、ジュジュは。あれがちょっとなんなんやろなって。ギリギリ、ギリギリ、ギリギリってこう、イカ食べる時もやっとったわ。そんな感じかな。お弁当作るの得意や、って言うとったわ。一回俺にも作ってくれたわ。美味しかったなぁ。ハンバーグ。ハンバーグをこれぐらいの大きいの弁当に一個ズゴン入れて、その上にご飯ボーンのして、ロコモコや、みたいな。ロコモコ弁当や、みたいなんで、いただいたことあるわ。ジュズ、そやな、俺のお笑いライブ、若手のライブに俺ネタだけ3分だけ出てるやんか。それをジュズがこう見に来てくれて、あ、嬉しかった。ほんと周り、うわ、ジュズが来てるみたいな、あ、どうも、みたいな、こう やるんかなと、どうも、みたいな、やるんかなと思ったら、あいつ、あ、どうも、とか、バーンと、誰かがネタやってる途中に、バーン出て行って歌い出したのよ。で、1時間半びっちり、歌った客大喜びやけど、でも他の若手がもう出る時間がなかって、ネタやる時間なかって、その回、なんかようわからん、10のイベントになってもうた、みたいな。そんなやつと、そんな僕との関係ですわ。っていう感じでございます。
まあ、もしよかったら、皆さん、コメントでね、竹江さん、誰々さんと知り合いって聞いたんですけど、みたいなコメントいただいたらね、その人との、関係性を、妄想で語らせていただきます。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。